ファインダーファインダーはカメラにおいて撮影前に目で構図を決めたりピントを合わせたりするのに使用する覗き窓などでカメラのタイプによって様々なものがある。広角形のみによるものでは撮像用またはファインダー用のレンズによってすりガラス状に結像された画像を見るレフレックスファインダービューカメラ用ピントグラス結像させず 不光学系を用いて虚像、または投資実像による視野を見る、ビューファインダーなどがある。デジタルカメラでは、光学系によるファインダーを持つものもあるが、撮影用の撮像素子そのものを、プレビュー像の取得用に使用して、モニタ画面に出力する、電子的ファインダーを持つものもある。ビューファインダーとは、英語で、カメラのファインダーを指す言葉であるが、日本においては主に素動し、 あるいは逆ガリレオタイプなどの簡単な光学系を使いじゃに映る範囲を視認するためによるファインダーを指して使われる。コンパクトカメラ、レンジファインダーカメラ、トイカメラ、レンズ付きフィルム、一部のコンパクトデジタルカメラ、レンジファインダーカメラなどで使用する外部ファインダーなどが該当する。撮影用レンズの中心と視野の中心がずれるため、特に近接撮影においては視、視差。 パララックスを生ずる。ズーム機能付きコンパクトカメラなどにおいては、撮影用レンズのズーミングに合わせて、ファインダーもズームするものがある。ファインダーで写真に写る範囲を確認するために、ファインダー視野の中に枠を表示したいことがある。例えば、レンズ付きフィルムの素同士ファインダーでは、ファインダーの枠そのものが写しに写る範囲を示している。しかし、 遠くの被写体と近くの枠を同時にくっきりと見ることは目の構造上無理なのである程度高級なカメラでは表示する枠と目の間の光学的距離が被写体との間の光的距離と等しくなるように工夫することになる。ブライトフレームとはそのように工夫された枠の一種でファインダーシアの中に明るい枠が浮き上がるように見えるものである。ビューファインダーの中に距離計を内蔵したもの 主に距離系連動式カメラにおいて用いられる。代表的なものは二重像合致式のもので、視野中央にフォーカシング動作に連動して、左右内視は下に移動する、被写体像が浮かんで見え、この像とメインのビューファインダーの像との位置が揃った、時に、その被写体に対してピントがあったことになる。詳細は、レンジファインダー、レンジファインダーカメラを参照のこと。 一眼レフカメラ及び二眼レフカメラにおいて用いられる、レンズを通った光を鏡で反射させ、スクリーン上に結像させてその像を観察する、方式のファインダーである。撮影用レンズを通った光内視は、撮影用レンズと同期してフォーカシングされるレンズを、通った光を見ているので、実際の像を見ながら、フォーカシングを行うことができる。実際の写真に、 極めて近いファインダー像を見ることができるという極めて大きな長所を持つが、ファインダー像の明るさが撮影レンズ、またはビューレンズの明るさに影響される。レンズによってはピントを合わせていない場所はぼやけて、全く見えない、素早いピント合わせが難しいなど、短所もある。スクリーンはピントグラスとも呼ばれる。基本的にすりガラスそのものであるが、 そのままではどうしてもファインダー像が暗くなってしまうため、フレネルレンズやコンデンサーレンズを併用し明るさを改善したファインダーが普及した。しかし、すりガラス自体の光減損率が高くファインダー像の明るさ向上に限界があったため、後にファインダー像を明るくし、フォーカシングを優しくすために均一に並んだ無数の微細プリズム状の表面を持つ、 新型スクリーンが普及した。スクリーンの一部にプリズムを用いることによって、より正確なピント合わせが可能となる。スプリットイメージやマイクロプリズムを用いたスクリーンも存在する。スプリットイメージは、スクリーン上に2つの設計プリズムを形成することによって、フォーカスが合っていない時に像が分割されるように見える仕掛けである。 1952年に東ドイツのイハゲーがエクサクタバレックスに採用したのが初めであり、1953年西ドイツのタイ水インが製造したコンタフレックスから現在のようなスプリットイメージ法が確立されたと言われている。長らくスプリットイメージは像を上下に分割させたものが主流だったが、これでは像が左右に動くため横島の被写体にピントを合わせる。 ことが難しくなる。このため、プリズムを斜めに分割させたものもある。一方のマイクロプリズムは、微細なピラミッド型のプリズムを多数並べてあり、フォーカスが外れているときは、像がギザギザに見えるが、フォーカスが合っているときは、マット面と同じように正しい像が見えるという仕掛けである。マイクロプリズムとスプリットイメージを兼ね備える、スクリーンもある。いずれも、 ある一定以上暗いレンズを用いた場合は、黒変視機能しなくなる。このため、暗いレンズを常用する特殊撮影用に、これらの仕掛けがないスクリーンに交換できるカメラも存在する。また、ドイツエールンストライズ、現代化のライカフレックスや、キャノンのエキシーに代表されるマット面を持たない、レフレックスファインダーは、空中増式ファインダーと呼ばれ、中央にスプリットイメージや、 マイクロプリズムだけが装備されている。この形式は明るいファインダー像となるが、ボケの様子などは観察できない。レフレックスファインダーの反射鏡には、一般的なガラスの裏面に金属をメッキ蒸着した裏面鏡を用いると二重反射が起きるため、ガラスの表面に金属をメッキした表面鏡が用いられる。硬いガラスによって蒸着面が保護されている裏面鏡に比べ、 柔らかいメッキの表面になっている。表面鏡は傷がつきやすく、清掃時に最新の注意を要する。レフレックスファインダーは、スクリーン上の像を見る方法、位置によって大きく、ウエストレベルファインダーとアイレベルファインダーに分類することができる。ただ単に、レフファインダーと呼ぶ場合、通常はウエストレベルファインダーを指す。撮影レンズ、または、 ビューレンズからの像を反射鏡によって髪型へ反射し、スクリーン上に結ばれた像をそのまま目視する方式。二眼レフカメラでは一般的な形式であり、初期のライカ半一眼レフカメラにおいても使用されていた。また、中盤一眼レフでも採用例が多い。そのままスクリーンを見てもファインダー像より周辺光の方が明るく、ファインダー像がよく見えないため、 中変更をカットする折りたたみ式の遮光ードを持つ。これは、オーバンカメラなどで使う、冠布と同じ役割をする。さらに多くの場合、補助として素動し、または逆ガリレオ式、ビューファインダーとスクリーンを拡大できる折りたたみルーペが併設されていい。ウエストレベルファインダーには、大きく二つの欠点があった。一つは、ファインダー像が、 左右逆になってしまうという点である。一般的に、レフレックスファインダーのファインダースクリーンは、ボディーは面に取り付けられているので、カメラを腰や胸の位置に構えて、上から覗き込む形になる。レンズが結ぶ像は本来上下左右の反転した、倒立実像であるが、ミラーにより、上下方向に一回反転されているので上下だけは、元に戻る。ただし、左右方向は戻っていないので、 ファインダー上で右側にあるものを中央に移すためにはカメラ本体は左側に振る必要がある。また、縦位置で撮影しようとするとファインダー像は上下逆像となってしまう。このため、このような撮影をする場合の補助としてウエストレベルファインダーには先日の補助ファインダーが併設れていることが多い。もう一つの欠点は 顔でファインダーを塞ぐことがないためスクリーンからの逆入射光の影響を著しく受けるという点で基本的にウエストレベルファインダーを装備しているカメラでは TTL 露出計を使うことはできない欠点は多いが眼光くらいまでカメラを持ち上げる必要がないため首からカメラを下げている場合にとっさに撮影することができるという長所がありアイレベルファインダーよりウエストレベルアインダーが好まれる 場合もあるまた顕微鏡などに取り付けて撮影する場合横からファインダーを除けるウエストレベルファインダーが適するペンタプリズム式の一眼レフカメラが一般化した後もニコントップコンペンタックスの高級機種やミランダエクサクタなどでは交換式ウエストレベルファインダーがオプションとして設定されてきたしかし 長い間交換式ファインダーを採用し続けたニコンの最上級一眼レフカメラにあっても2004年発売のニコン回録からはファインダー交換式を取りやめている。しかし、より特殊な撮影の機会が多い中盤一眼レフカメラでは今もファインダー交換式を採用しているものが多い。ペンタダハプリズムやペンタダハミラー、ポロ光学系、リレー光学系などを用いて左右も 肖像となるファインダー。他の多くのカメラと同様にカメラを目の位置に構える格好になる。特に、ライカン一眼レフカメラにおいては極初期のものを除き、ほぼ全てにおいて採用されている形式である。中盤カメラでも採用例は多いが、プリズムが極めて大きく重いものになるため、アイレベルファインダーはオプションになっているものも多い。 ウエストレベルファインダーのスクリーン像は左右、反転像であるため使いづらいものである。1950年の第1回フォートキナにおいて、東ドイツの採水コンが上下左右の正しいファインダー像を実現するために、ペンタダハプリズムを用いたファインダーを搭載した、ライカハン一眼レフカメラ、コンタックス S を発表した。このカメラが世界で最初に開発された。 ペンタダハプリズム搭載の一眼レフカメラである。この後世界中のカメラメーカーは、ペンタダハプリズム搭載の一眼レフカメラの開発競争を繰り広げた。日本においても1954年に発表された、オリオン世紀、後のミランダカメラの試作カメラ、フェニックス、フェニックスを皮切りに、多種多様なペンタプリズム内蔵一眼レフカメラが開発され、ライカ版においては、 ウエストレベルファインダー装備の一眼レフカメラの方が少数派となった。代表的なオーバンカメラであるビューカメラの場合、シートフィルムを収めたフィルムホルダーとファインダーであるすりガラス状のフォーカシングスクリーン、ピントグラスとも呼ばれるを入れることができる。まず、ファインダー像でピントを調節し、構図を決定してからフィルムホルダーをセットして撮影する。 鏡などを使わず、レンズによってフォーカシングスクリーンに直接像を結ぶ構造となっているため、見える像は上下左右逆像である。オーバンカメラでもレンジファインダー付きのテクニカルカメラでは、普段はレンジファインダーを使い、煽りを使う時だけフォーカシングスクリーンを使う。デジタルカメラにおいても、ビューファインダーやレンジファインダーや、 レフレックスファインダーなどのファインダーが採用されているが、ライブビューモニターやイベフのようにこれまで存在しなかったファインダーの形態もある。なお、どちらももともとビデオカメラ用として存在していた形態である。これら新しいファインダーに共通する特徴は、撮像素子からの出力をリアルタイムで処理し映し出しているということである。この機能をライブビューと呼ぶ。がって、 これらのファインダーは TTL ファインダーであり、液晶や液晶以外の技術によるモニタやイベフを採用したカメラはレンズ交換式カメラの新しい形態であるとも言える。任意の点を拡大表示することが可能であるなど、旧来のファインダーにはない特徴を持っている。デジタルカメラの背面、もしくは側面に取り付けられた液晶ディスプレイ、LCD や 液晶以外の技術によるディスプレイ等によるモニターに像を表示するもの。主にカメラ背面に固定されている場合が多いが、ヒンジを用いてある、程度自由にカメラ本体との角度を変更することができるようになっているものもある。この場合は、従来のカメラが苦手としてきたような極端なアングルでも写真を撮影できるのが長所となる。従来の光学式ファインダーと異なり、 実際の航路を確保する必要がないので、カメラ設計の誘導が増す。非常に簡単に100%のシェア率を実現できる。文字やアイコンによる情報を、ファインダー像に重ねて表示、オーバーレイ表示できるという長所を持つ。一方、光学ファインダーに比べ解像度が極めて、おとり正確なピント合わせをするのには、不十分である。晴天時の屋外など明るいところでは視認性が悪くなる。 機種によってはレスポンスが悪く表示にタイムラグがある、表示に多大な電力を必要とするといった端緒もある。このような端緒を補完するため、光学式ファインダーなど他のファインダーを併持つデジタルカメラが多かったが、近年の小型デジタルカメラでは、液晶や液晶以外の技術による画面の解像度や応答性が大幅に向上し、画面サイズも大型化していることから、 従来の高イ範囲画を完全に排したものが主流になっている。またほとんどのデジタルカメラでは、電池節約のため任意に、液晶や液晶以外の技術による画面の表示及びバックライトを消灯させることができるように言っている。一般的な液晶や液晶以外の技術によるパネルと同様に視野角が限られているが、カメラに用いる場合は、 極端な角度から見ることは稀であり、通常は問題とはならない。デジタルカメラ以前の例としては、ビデオカメラの液晶ビューカム、シャープが著名。電子ビューファインダー、エレクトロニックベファインダー、イベフは電子ビデオカメラ、カムコーダ、テレビカメラなどで古くから使われていたものと同様のタイプである。デジタルカメラでは、撮影用の撮像素子を流用し、 そこで得られている像を蓄次カメラ内部の小型の液晶や液晶以外の技術によるディスプレイ等に表示し、それを旧来のカメラでのファインダー部と同様の間隔で覗くことができるような接眼部の光学系を通して覗き込む。光学式のファインダーよりも多くの情報を容易に光学画像上にオーバーレイ示することが可能であり、従来式の光学式ファインダーでは煩雑であった。 レンズから、撮像素子までの航路上でのプリズムやミラーなどの設置が不要となったり、撮像時のシャッターとミラーとの連動機構なども、最小限や不要になるという長所を持つ。また、接眼部深くに設置されるため周囲が明るい場所でも視認性が落ちず、傷がつくこともあまりなく、コストも比較的低廉となる。また、撮像素子のデータをそのまま確認できるために、液晶や、 液晶以外の技術によるパネルの性能の範囲内では、あるが画角やダイナミックン時の具合がわかる。しかし、撮像素子で得たデジタル情報を液晶や液晶以外の技術によるパネルで再現しているため、実際の光学像より遅れが生じ、多くの機種では光学式のファインダーに比べ解像度が落ちるなど、液晶や液晶以外の技術による画面に起因する欠点がある。 電子ビューファインダーは従来の光学式カメラと同様に撮影者の撮影姿勢を拘束するために単独で採用されることはあまりなく一般に背部に大画面の液晶や液晶以外の技術によるパネルなどを備えて両者が併用されることが多い。また高価なデジタル一眼レフカメラでは光学式の一眼レフレックスファインダーを採用しているが廉価なまたは 中級のデジタルカメラと比べた場合、欠点と利点がある。この欠点と利点については、一般論として、一般に、それを購入した等の高価な商品を強く、意識している消費者には認知バイアスを伴って、認識されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。